正しい面打ちについて研究してみたいと思います。私は正しい面打ちを次のようにして説明しております。構えからまっすぐに振りかぶって上段の構えになります。ここで力が抜けるとこのようになります。力が抜けないで構えた時のままの状態で振り上げていって上段の構えを作ります。そして両肩を下ろしながら肘を下ろしていきます。そして手首をここで伸展していくわけです。手首を伸展するときに両手の小指薬指の方を瞬時に締めてやると手首は伸びます。このようにして体の中に竹刀や木刀が収まるよう打ち方をすると良いのです。構えからまっすぐに振りかぶって振り下ろしてきて肩の高さで振り下ろします。そうするとこの打ち方は面の部位に面の打つことできません。したがって左手を引いてこのようにすると面が打てるわけです。この打ち方は間違っています。したがって切り返しの時でもここでこのようにしますから肩に力が入るんです。特に竹刀を持っている人たちはこの感覚で握っているんですけれども、このようにして短く持ってこうこういった切り返しをしている人が非常に多いわけです。だから振りかぶって振り下ろしてきて腕の高さは肩の高さよりも低くなります。そしてここで左手を引く、右手を押す。そうすると正面が打てるわけです。自分自身を打つ、自分自身を打つんです。相手を打とうとすると、あるいは面を打とうとするとこのようになり、肩に力が入って左手をこのようにして伸ばしてしまう。こういうのが結構多いんです。面面、このようになるとここに空間が空きます。空間が空くと胴が打たれます。ですから正しい正面する、正しい左右面するというのは自分の体の中に収まった打ち方。そうしますとこの右手はこのように高くならないんです。構えから振りかぶって振り下ろしてきて自分の体の中に収まる打ち方というのは剣線が喉の高さまで来るといいわけです。スパン、そうしますと正しい打ち方ができるんです。肩の高さに伸ばすと力が入ります。力を抜いた姿勢にやっていただきたいと思います。それでは立った状態で面打ちを考えてみたいと思います。構えから振りかぶっていきます。上段の構えから振り下ろしていきます。そして正面を打ちます。自分の体の中に収まった素振りをするんです。打った状態から両肩を使って振り上げていきます。そして両肩を下ろして両肘を下ろして垂直になったところで小指薬指の方を締めてやる。右手を押して左手は引き手にしてやります。そうすると面を打った状態ができます。
手を伸ばしますと、このように肩に力が入ります。肩の力を抜いたところを見つけるのが大事です。構えから振り上げていきます。ためを作って腰の移動で竹刀を振り下ろしていく。構えから右足を前へ出しながら振りかぶって、振り下ろすときに左足を受け付けるのは、これは間違っています。ためができないのです。構えから振りかぶっていって、ここでためを作って腰の移動で前に打つわけです。そしてこの打った状態から前の方に前進していきますと、自然と腕は伸びていきます。伸ばさなくても自然と伸びるようになるわけです。構えから振りかぶって振り下ろして面を打ちます。そして自然と前の方に前進していきますと、自然と腕は伸びていきます。腕を伸ばして打ちなさいというのは間違いです。体の中に収まる打ち方、この打ち方の正面素振り、構えから振りかぶって腰の移動で竹刀を振り下ろすことは、構えから振りかぶって振り下ろすときに踏み込む、構えから振りかぶって飛び込むことにつながるわけです。前に出しながら振りかぶって左足を引きつけるときに打つ練習というのは、飛び込んで打つ場合、踏み込んで打つ場合に前足を前に出す、こういうようになります。前に出しながら振りかぶって振り下ろす練習というのは、前に出しながら踏み込んで打つ、振りかぶる時に上げる、このような形になりますから、そういうふうにはならないで振りかぶって振り下ろす時にバンと踏み込む練習をしていただきたいと思います。構えから前に攻める、振りかぶる、振り下ろすときに踏み込んでいく、こういう練習をぜひやっていただきたいと思います。